残りは2周回を切ったところです。後ろ攻めから2番の八島としまさ、まずは抑えました。八島のマーク、6番の鈴木則義、そして中段から中段は大阪勢で、3番の木本、7番の辻本達也、3番手4番手は大阪勢、前から5番手に車を引いたのは1番の吉川希望です。抑えた2番の八島としまさ、引いて5番手は1番の吉川希望。ジャンの4コーナー回って、レースは最終周回、このまま2番の八島がかけて、どうやら1番の吉川希望、まくりに回って最終周回です。抑えてかけた2番の八島としまさ先行です。マーク6番の鈴木のりよし、中段から中段大阪勢で、3番の木本健二は3番手、そして勢いをつけて2コーナー5番手から1番の吉川希望がまくってきました。合わせて3番手から3番の木本も仕掛けようとしていきますが、今度は内をついてくるか、7番の辻本達也、4コーナー回ってどうやら5番手からまくり切りました。1番の吉川希望直線コースへ向いてくる、先頭1番の吉川、後ろから3番の木本が突っ込んで、これが2着か。お疲れ様でした。東海まもなく一周で帰ってきます。一周で戻ります。奥まで進んでください。そうですね、もうなんか作戦会議で中段回られた時点で波が来るっていう話だったんで、そこ落ち着いて見れてたんですけど、富山で何もできずに終わってるんで、それなんか悪いイメージがあって、はい、結構不安だったんですけど、はい、あとは対戦相手の豊島朝君です、はい、その辺はどう見てましたか。そうですね、もう先行決まって書いてあったんで、うんうん、一応地元もつけてるんで先行したいなと思ってたんですけど、もう先輩方が落ち着いていっていいってずっと言われてたんで、はい、ちょっと言葉に甘えて、はい、自分だけ勝ち上がるような感じになっちゃったんで、本当にちょっとそれは申し訳ないです。2コーナーの感じでちょっとやまずいかなと思ったんですけど、その後も自分のペースでまくり切れたんで、ちょっと自信にはなると思います。